やでもね、分からん。喧嘩になるかもしんない。ルリの世界はな、結構狭いようで広いからな、いろんな解釈がある。ロリはね、奥が深いんですよ。だから一言にロリと言っても、まあ、いろんなロリがありまして、だからあのね、だからロリ巨乳を許せるかどうかっていう。で、祭りは許せない派なんですよ。ロリ巨乳はロリではないと。ロリってついているけど巨乳がメインなんですよ。んーね、あ、許せない。うわー、仲間仲間。ロリ巨乳は巨乳がメインで、ロリはサブなんですよね。で、祭りが好きなのはロリがメインでっていうのが好きなんですよ。だからロリママはロリがメインなんじゃないですか。わかりますか。あれは許せるんですよね。あれはね、許せちゃう。ロリママは心がロリなんですよ。わかる。うわー、お前仲良くしようぜ俺たち。な、俺たち仲良くできそうだぜって。なんか体型がね、子供がいいね、やっぱ。すごいんだから本当に。山田ロリ、あれはクソガキですね。ロリとクソガキ祭り的には違うんですよ。言ってまえば部類が、まあ、似てるよ、似てる、すごく似てるね、すごく似てるけど違うんだよ。メスガキとかクソガキとか、まあ、そのあたりはあのロリに近い、最も近いけど、あれはロリではなくガキがメインになっているんですよ。それもまたいいよ、それもまた別のものとして好きだけども、だからといっていやロリだね好きだとはならないんだよ。わかるかなこれ、似て非となるもの。ホロライブにねロリはいません。アクタンがロリ、いや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 、それ分かってないね。ロリを分かってない。巨乳じゃん、アクタン。ダメダメよ。グラちゃんは、うわ、いい線言ってくるじゃん。グラちゃんは なんだろうね。でもなんかグラちゃんの可愛さって子供をめでる可愛さっていうより動物をめでる時の可愛さに近くないですか。分かりますかねこれ。わかる、ほらほらほら、わかってくださっちゃないですか皆さん。うわわわわわわわ、だからね、ちょっと違うんだよね、ちょっと似てるけどね。え、でもみんないい線言うね。確かにグラちゃんはマジで可愛い、大好き大好きだよ。匂い嗅ぎたい。あー、やばいなこれ、さすがに今のなし。今のなしにできますか。ちょっと やばいかもしれない今の発言。匂い嗅ぎたい今、ちょっとキモいかもしれん。自分で言ったけどまずい、もう一生コラボできなくなっちまうかもしれねえ。グラちゃんに甘噛みされたい、わかる。甘噛みじゃなくていい、なんなら本気で噛んでもらっていい、全然たまらんですよ、可愛いです。まつりちゃんのおかげで高校受かりました。マジ、もう何もしてないけど、それはねまつりちゃんのおかげじゃない、君のブワ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 、君の頑張りだよ。